義武強氏は、沖縄県の政治家。元金町長。金町長在任中に、北部市町村会長を4期務めた。沖縄県金町生まれ。1984年3月南九州大学園芸学部卒業。1986年金町役場採用。産業課経済課教育委員会社会教育課などを経て。 総務課財政係長を最後に2001年退職。2002年町長選挙に出馬し初当選。2014年4月6日に行われた、近町長選挙には立候補せず、仲間一を後継候補として擁立し、後援会長を務めた。また、2014年沖縄県知事選挙に、下地幹代が立候補した際は、選挙対策本部長を務めた。 2015年9月1日、維新の党が次期参院選に義務を擁立することを発表。維新の党分裂後は大阪維新の会に参加し、2016年7月の第24回参議院議員通常選挙は同党公認で参議院比例区から出馬したが、時点で落選した。2020年2月、義間三前参議院議員らが維新を離党した。 保守系中道議員や自民党、公明党などの玉木デニー沖縄県知事ら、オール、沖縄勢力と距離を置く勢力の支援を目的とした、政策提言集団、21令和の会を発足させると、義ブもこれに参加し、同会の副会長に就任した。2012年3月6日、地域の防災や地域住民のためのコミュニティとして、Facebook を活用することを宣言。 2011年末には街の歴史を誰でも気軽に見ることができるように Facebook のタイムライン機能が公開されると同時に街の歴史をタイムラインに載せました沖縄県の地域ラジオ局 FM ウルマにて毎週水曜日18時30分19時までギブヨシのギブトークというラジオ番組を展開中考え方や政治活動をよりわかりやすく伝えるため 政治家ユーチューバーとして、ユーチューブチャンネル、ギブツヨシを公開。第24回参議院議員通常選挙の際、選挙運動用ポスターを掲示するなどした報酬として、現金を渡したとして、ギブの運動員の男4人が、公職選挙法違反罪で逮捕された。ギブ氏が初当選、緊張挑戦、琉球新報2002年4月8日、下地氏が、 出馬表明沖縄県知事選、沖縄タイムスプラス2014年8月1日、2015.09、01、松木健康幹事長代行定例記者会見、動画活動情報維新の党参院選、比例代表議、竹津義さん、津でいくん安則さん落選。沖縄タイムス2016年7月11日付、沖縄で、 全参院議員らが新政治グループ保守中道の結集狙う県議選で過半数目指す。沖縄タイムス。https www.okinwatimes.co.jp、ok、スラッシュアーティクルズスラッシュダッシュスラッシュ5 4 0 8 5 5 2 0 2年3月1日閲覧。義摩しら政治集団設立。21例はの会。 琉球新報。https コロンスラッシュスラッシュ ryukyushimpo.jp スラッシュニューススラッシュ entry-1082330.html2020 年3月1日閲覧。お医心、ギブシジニエで買収疑い、運動員4人逮捕沖縄県警、産経ウエスト2016年7月11日付。ありがとうございます。